にちは、ちのこころです。今日は誰もが名前を知っているこの方、ベートーベンのぶっ飛んだ秘密に迫ります。なんと今年2020年はベートーベン生誕250周年です。そんなベートーベン、ハイドン、モーツァルトと並んでウィーン古典派の三大作曲家の一人として知られ、音楽史上最も重要な作曲家の一人であります。音楽の聖人と書いて楽聖と呼ばれる彼ですが、なんと引っ越し魔、ついたあだ名は汚れ熊だけど、極度の潔癖症で気難しい人だったみたいです。ぶっ飛びエピソードならぬブチギレエピソードが今日はたくさん飛び出しそうな気がしています。それではお送りしましょう、こころ先生の褒めラボ。はい、ベートーベンといったら日本人の大好きな作曲家ナンバーワンと言われていますけれども、皆さんのイメージでは音楽室に貼ってあるあの怖い眉間にシワを寄せた気難しそうな顔が思い浮かぶと思います。実際気難しくって結構めちゃくちゃなことでキレてました。あの肖像画を描いた時、家政婦がベートーベンの大好きなマカロニチーズを作ったんですが、それが焦げてしまって気に入らなくって不機嫌になったと言われています。なんとも子供っぽくってちょっと可愛らしい感じもしますね。そんな彼ですが、音楽界に様々なイノベーションを巻き起こしてます。例えば私、フリーランスの音楽家をやっておりますが、ベートーベンはなんとそのフリーランスの音楽家の走りだったと言われています。と言いますのも、その頃の作曲家ってなんかこう白いモフモフの髪型をみんなしているイメージですよね。あれは宮廷に仕えている印だったんです。ベートーベンが生きていた1700年代というのは、大体の作曲家は宮廷にお仕えしていたんです。王族や貴族の宮殿で演奏される曲を作曲して、それでさらにリボンもらっていたんです。でもベートーベンは違うんです。自分の作品を自分で他人に売り込む、そう、独立系の作曲家だったわけです。宮廷に使えれなかった、つまりは昼食に失敗したってことなんですけれども、じゃあフリーランスで食べていこうと思うベートーベンって、それがすごく新しかったし、当時はね、もしかしたら苦し紛れだったかもしれないけど、その後の作曲家に多大なる影響を与えたっていうのは事実ですね。そんなベートーベンのぶっ飛んでいること、そう、彼は引っ越し魔だったんです。どのぐらい引っ越したかっていうと、35年の間に79回、すごいですよね。これ1年間に2回ぐらい引っ越してるっていう計算になります。なんで引っ越したかっていうと、インスピレーションが湧かないから新しい場所へ行きたいではなく、片付けが全くできなかったので、汚れたら次の家、汚れたら次の家という風に移動していました。たちが悪いのは、部屋の隅でおしっこをしてしまったり、床に唾を吐いたり、それはやめていただきたい、またこっちの景色は見たいとか言って壁壊しちゃって窓を作っちゃったりとかしてたらしいので、本当に大家さんからしたらね、最低の住居人だったかもしれません。知りませんじゃないね。でも実は葛飾北斎が93回も引っ越しをしてて、ベートーベンを超える引っ越し魔が日本にもいたんですけどね。そこからついたあだ名が汚れ熊、これなんかもうディスってるようにしかね思えないですけど、昔はおしゃれでかっこよかったらしいですよ。そんな汚れ熊ベートーベンですが、なんとそこまで汚しておいて潔癖症だったらしいです。もうね、ちょっと意味がわかんないんですけど、そんだけ汚くしといて1日に何回も何回もお風呂に入るし、手もめちゃくちゃよく洗うっていう、周りが汚くてもいいけど自分の体は汚いのを許せなかったという、ちょっと面白い人です。やっぱりぶっ飛んだ人ですね。あとね、そんな神経質さがうかがえるエピソードとして、ベートーベンコーヒーが大好きだったんです。私と一緒でも、私なんか家でコーヒー入れるとき、だいたいスプーン一杯かなんかって入れてコーヒー豆引いてますけど、これベートーベンは60粒って決めていて、58でも59でもダメで、毎朝こうやってピンセットで60粒数えていたそうです。またコーヒーだけじゃなくて、ベートーベンはワインも愛しました。どのぐらい好きだったかというと、彼を死に追いやるぐらい好きでした。というのも、アル中で死んだわけではなく、当時のワインっていうのは甘みの添加剤として多量の鉛が入っていました。そう、ベートーベンは鉛中毒で亡くなったと、彼の遺髪を調べて今は分かっています。飲んでは体調を壊し、体調を壊したのを紛らわすためにまた飲む、この悪循環でベートーベンの体はどんどん蝕まれていきました。耳が聞こえない過酷な運命を背負った作曲家としても知られていますけれども、
それも実はナメル中毒の症状の一つだったと言われています。でもね、ベートーベンがすごいのは耳が聞こえなくなるという作曲家にとっては本当絶望的な障害を背負ったのにもかかわらず、指揮棒をこうやって口で加えてピアノを弾いて作曲して、指揮棒の先に伝わるわずかな振動を汲み取って音楽を作っていたっていうんです。もう本当に音楽を愛して音楽に没頭してその身を捧げたっていう作曲家ですね。でその証拠に、彼が亡くなった時には約2万人ものウィーンの庶民たちが彼のお墓の前まで列を作って彼を見送ったそうです。ウィーンといったら音楽の都です。まあ、そんな街で彼は本当に民衆に支持された数々の名曲を残したベートーベンですけれども、名曲とともに恋愛のエピソードもたくさん残っています。まあ、これはまた長くなるので別の回でお送りしましょう。最後にベートーベンが残した名言をご紹介しましょう。多くの人に幸せや喜びを与えるもの以上に崇高で素晴らしいものはない。こんな言葉を聞くとね、音楽家をやって皆さんを喜ばせることができるお仕事ができて幸せだなと思います。今日は究極の自由人ベートーベンのぶっ飛びエピソードをお送りしました。250歳おめでとう。